どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、2つのパンを取り出してきました。パスコっていうスーパーに売ってる普通のパンなんですけども、ジャリコッペとね、ジャリコッペで、中にはこちらはシュガーマーガリン、こちらはオグランなんですよね。私の好きなのはシュガーマーガリン、砂糖とマーガリンを詰め込んだパンになります。よくね、トランス脂肪酸が入ってるからマーガリンとかバターは体に悪いとかね、そもそも小麦粉ってのは人間の寿命を縮めるんだっていう方がいます。発がん性物質が入ってるとかね。いや、丁寧に教えていただいてありがとうございます。まあ死ぬことを恐れちゃね、生きてはらんないですよ。で、あとね、毒ってのは多少体に悪くても、でもなんかね、体を活性化させてくれるんじゃないかなと、まあ、いろんな解釈ありますけど、まあ、そもそも小麦粉やマーガリンの危険性を歌うぐらいだったら、酒やタバコをはじめにね、攻撃した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。あとね、生活習慣もありますよ。毎日ストレスを抱えたりとかね、誰かを攻撃してみたりとか、何かに不満を感じたりとかする日々、そっちの方がマーガリンや小麦よりもすごい重大な健康被害だと思いますけども、どうでしょうか。ちょっといただきましょうか。はい、このパンね、中にこういう風にね入ってるでしょ、マーガリンが。いただきます。うん。で、先日もお話したんですけども、50代で子なしの女性が3割、そして将来的にはこれが4割になるっていうふうに言われてるんですよね。で、そもそも今、女性の2人に1人が50歳以上っていうところに差し掛かってみたいですよね。で、これから少子高齢化で、若い人の母数が少ないわけですから、まあ若い女性もね、少ないと。で、子供を産める年代の女性が少なくなったねっていうと、すぐにね、女性をそんな子供を産む機会みたいに言わないでって言いますけども、機能の一つとして女性にしかないわけですから、この話題が出ることがタブー視されるっていうのが、私はちょっともうすでにおかしいんじゃないかなと思うんですよ。人にはいろんな役割や特質があって、それを取り上げたからといって、例えば女性全体とか男性全体をそういうふうに見てるっていうふうに拡大解釈するのはどうかなと思うんですよね。でもやっぱりね、積極的に個人的に結婚や出産を選ばないっていう選択肢は全然構わないと思いますけども、もう必然的にそうなっちゃった、選択肢を減らされてあげるそうなっちゃったっていうところの、なんで選択肢が減ったのかなってところにはこれからもメスを入れていった方がいいと思うんですよ。それが社会的問題の解決なんですよ。じゃあそれを個人の問題っていうふうにずっと思ってると、その社会の問題になってることに気づきにくくなっちゃうんですよ。確かに個人的に結婚しないとか子供がいませんよっていうのは、これ個人的には全然構わないんですよ。でもそれが社会の3割とか4割を占めてくると、これはね、社会全体の問題になってくるんで対処せざるを得ないんですよ。じゃあなんで出産や結婚ができないの、そもそも恋愛はどうだったのかなって時に、恋愛をする時間の余裕がないとかね、出会いっていうものが社会に求められにくくなってくるとかっていうことになると、これはね、個人の力じゃなくて、ある程度強制的にみんなで解決しないといけないんですよ。ただでさえね、今少子高齢化が進んでくるわけでしょ。私たちの世代の3分の1ぐらいの同世代の人口って減るわけですよ。そうなるとね、例えば私の時は中学のクラスが15ルームとか15部屋あったわけですよ、同じ学年で。で、一つ一つのクラスルームに40人いたわけですよ。すごい人数でしょ。でも今は35人が2クラスみたいになっちゃってるんですよ。じゃあそもそも男女に対しての選択肢が少ないから、恋愛対象がちょびっとしかないわけですよ。そうなるとね、もしかしたらね、付き合ってもいいかなみたいに思える女性や男性が母数の関係から減るっていうことも考えられます。逆にライバルが少ないとも言えるんですけどね。さあ、どっちが不幸なことなんでしょうか。私はライバルが多少いても、人が多くて選択肢が多い方が、こっちに振られてもこっちに行きゃいいわ、こっちに振られてもこっちに行きゃいいわみたいな感じで、何回もトライできるっていう意味ではいいんじゃないかなと思いますけどね。皆さんのお考えはどうでしょうか。ではパンの続きをいただきます。うん、おいしい。うん、こういう素朴なパンがいいですね。うん、パン屋さんのね、手ごねパンもいいんですけども、量産型のこういうパンも、うん、
美味しいと思います。うん、ありがとうございました。